麻雀は人間の頭脳を活性化させ、世代間の交流を促進し、社会の発展に貢献します。そしてオリンピックの正式種目採用に向けて国際交流進展を図ります。平成30年10月1日 M リーグの開幕を宣言します。最高顧問川淵三郎。はい、行きまーす。お顔隠さないでね、ガッツポーズで。はい、笑顔でお願いします。もう一枚だけ行きます。はい、赤坂ドリブンズの園田です。やっとこの日が来たなっていう感じですね。気を引き締めて、M リーガーとして恥ずかしくない技をしたいと思います。一番期待の未来というのを、いっぱいいろいろ集まったと思いますので、この開幕、私たちもそうですし、皆さんも集まったと思います。マージャーファイトクラブ、中村のファイトクラブの人です。初期メンバーである我々が、しっかり頑張ることによって、盛り上げられると思います。我々の責任は非常に大きいと思います。一生懸命と思います。渋谷アベマズの大井隆晴です。本当にいいマージャンを打つのは当たり前のことで、一人でも多くの方に愛されるような、そんなチームにしていきたいと思います。よろしくお願いします。セガサミーフェニックスの魚谷美です。個人としてはすごくワクワクドキドキの楽しみの気持ちでいっぱいですが、きちんとこの第1期の M リーガーとして恥じないように、皆さんの共になれるようなマージャンプロとして頑張っていこうと思います。よろしくお願いします。チームライデンの萩原雅です。この日本に新しいスポーツ、新しいエンターテインメントの歴史の1ページ目を僕らが飾れるということを本当に誇りに思います。今日出るチームは4チームですが、明日試合をする3チームの分も全ていろんなことを背負って今日開幕戦を盛り上げたいと思います。よろしくお願いします。U-NEXT パイレーツの小林です。すごく僕は楽しみにしてきたんですが、今まで麻雀プロ業界、今まで努力してきたたくさんの人の、その分まで責任を持って、今後の麻雀界発展のために頑張りたいと思います。そうですね、今までいつも対局の時はスーツで打っていたんですけど、今回ユニフォームということで袖がないんで、すごい引っかからなくて麻雀打ちやすいなと思ってます。私、普段の対局はほとんど私服なんですけれども、たまにスーツを着ることがありますけれども、スーツはやっぱり打ちづらいなと思ったので、このユニフォームがものすごく手触りが良くて動きやすいので、麻雀もすごい打ちやすいだろうなと思って嬉しいです。非常にユニフォーム伸び伸びしてるんで、自分の攻撃力が最大限活かせるんじゃないか、今まで以上に攻められるんじゃないかというふうに思ってます。デザイン的にはものすごく気に入ってまして、かっこいいなと思ってるんですけど、ただここにいろいろな文字が入ってて、これが重くてちょっと手が伸びるかなと、すごく責任重大だなという気持ちでいっぱいです。昔からマージャンは、紳士の競技だと思っているので、このユニフォームを着ることによってさらにスポーツ感があって、それからプロスポーツとしてやっていくんだなっていう実感ができたので、はい、頑張りたいと思います。なんというか戦闘服ということにこれからなっていくと思うので、このユニフォームに袖を通した瞬間に M リーガーというふうに覚醒していくような日々が続くんだなと思うと、嬉しく思います。この企業の名前が入ったユニフォームを着させてもらうというのが非常に光栄で、いつかこんな世界が来たらいいなと思っているので、その会社のいろんなものを背負って打てるのが楽しみですね。これ服自体はすごく動きやすくてやりやすいと思います。ドリブンズのチーム応援団セガサミーフェニックスの応援団の皆さん、すごい、うちわがある。どこで配られたんだろう。本当ですね、しっかりしてますね。フェニックスはしっかりしてる。さあ、そして左の後ろ行きましょうか。チームライデンの応援団の皆さん、声がでかい。そうか、もうだいぶいい感じに仕上がってますね。断トツ声でかいですからね。
っぽい。大丈夫ですか？ノリがいい。ノリがいいです。今日はあのこのパブリックビューイングではどんな音を出していただいても構いません。で、大事なのがこれからは対局始まったらこちらのモニターに映るんですが、ぜひチームの応援チームが上がった時には熱い気持ちを声や体に表していただいて選手の皆さんにも届けていただきたいと思います。いや、ジャンプ大事。